はい、ということでこの部屋にやってきました。この仕掛け解かずしてこのゲーム終われないんで、調べる、室内を見回してみる。調べたところによるとね、事情が分かったんですよね。ヒントが得れなかった事情が分かったんですけど、この地下のどこかにある、なんていうの、違うメモ、これ1個メモ拾った、謎の歌詞みたいなメモ拾ったと思うんですけど、あれ3つぐらいあるらしくて、そのメモを3つ集めるとなんかこの、なんていうんですか、仕掛けを解読できるらしいんですよ。でもめんどくさいんで見てきました。ちゃちゃっといきます。ここにあるか、ここ黄色、ここ黒、はい、ここ青、ふい、なんなんだよ、はい、またここ赤、はい、次が青、はい、ここ黒、はい、ここ黄色、なんなんだよ、はい、ここ青、はい、黄色、はい、ここ赤、はい、ここ黒、はい、終わり。できたんだよね、 OK なんだよね。あ、いた、溶けたんだ。ああ、それはね、見るもん見とるから。ほーっと肩で息をする。じゃあ何があるんやろな、奥にも部屋があるみたいだ。ちょっと怖いけど、せっかく開いたんだし入ってみよう。何度も呪わしちゃってごめんな。ちょっと何のことか分かんないですけど、なんかそういう話があったのかな、ごめん、なんか正規の手順を踏まないでごめんな。魔法陣の上の人形にちょっと手を挙げて、奥の部屋に向かう。失礼します。何なのここ、拷問部屋とかじゃないよね。え、何、怖、何あの壁画。恐る恐る室内に踏み込む。当たり前だが人の気配はなかった。誰かいたら嫌だよこんなところ。吐くわな、もう。はい、吐くだけ吐いて倒れるわ。一体どういう部屋なんだろう、あんな仕掛けで隠してあるなんて普通の部屋じゃないよな。あの絵は、部屋の奥に古ぼけた絵画が飾られていた。額縁に小さく文字が刻んである。 L-E-R-O-Y、 あ、ルロイ伯爵か。リロイって言っちゃった。リロイは鉄拳だ。ルロイ、調べる、せっかくだし不気味な室内を見回す。お、何これ、なんか入ってない、薬瓶みたいな。虎の中に瓶がある。何の瓶だろう、なんかの薬品みたいな。え、手に取ってみた、中身は空のようだ。あ、空なのかよ。なんかよくわからないけど不穏なラベルな気がする。え、毒殺に使われた瓶ってここだったりするのかな、この瓶。いや、でも誰か入った形跡ないんだよね、地下に。これは机、小さな机がある。あ、そんなか。この木箱は、木箱が置いてある。割れた瓶や空き瓶が入っている。ふん、そんだけ、大してねえな。え、肖像画みたいだけど、壊ない、この肖像画。ホラーやん。色あせてしまっていて顔がほとんどわからない。ぼんやりと豪華そうな衣装を着た男性っぽいように見える。は、絵画が追加されました。ほう、んで、大きな置物がある。鎧と槍のようだ。机は、大きな掛物机がある。随分埃をかぶっている。引き出しの中は、開けてみると朽ちて風化しそうな紙玉などがほとんどだった。え、マリアンヌってマリモなの。この瓶は、マリアンヌシリーズ結構書斎にあったと思うんだけど、マリモ、マリモの入った小瓶が置いてあった。何かラベルが貼ってある。マリアンヌ、マリモの名前なんだろうか。マリモの名前あったんか、マリアンヌって。え、そんだけ。あとはなんか特に何かありそうなこともないけどな。あ、なんだこの紙だけなんか新しいような。あれ、この館の見取り図だ。この館の見取り図が置いてあった一緒に何かメモのようなものが挟まっている。見取り図の方はなぜか2階と地下に×印がつけられていた。2階と地下に×印がつけられていた。ここだけ埃が少ないし、見取り図の印はインクが合っていない。こっちのメモは、え、ってことは、三崎さんここに来たことあるってことか。こっちのメモは英語でもなさそうだけど、 A 文字で6行ほどの短い走り書きがされているが全然読めない。ちょっとかすれてるし、このメモは古いものなのかな。よくわからないけど気になる。これは持っていこう。
今、あ、無理か。え、なんか他にあったらやだな。え、でももう特になさそうだよな。食材は関係ないよね、さすがに。調べる終了して、情報を、人物じゃねえや、物品か。物品ファイルで、何を入手したの？紙束。地下の隠し部屋にあった戸棚の下の方に置いてあった。メモは何語か分からず読めない。館の見取り図が走っていた。何語か分からず読めないんだ。見取り図地下。地下の隠し部屋にあった館地下の見取り図だ。大きくバツ印がつけられている。印は最近つけられたようだ。何のバツ印なんだろう。一回印は何もついていない。自分の持っている見取り図と同じものだ。地下の隠し部屋にあった館2階の見取り図だ。大きくバツ印がつけられている。印は最近つけられたようだ。え、何なんだろう。よくわかんないな。せっかくなんかここまで来て申し訳ないんだけど、よくわかんなかったっすね。これ以外に特に多分することってないのかな、ここでは。何やったんや。何やったんや。クライスさんの部屋の前に行き、あたりに誰もいないのを確認してからノックしてみるってことで、クライスさん、なんていうの、助けるイベント見てなかったっすよね。助けるイベントで、なんていうのかな、夜を共にする共に寝ることによってスチルが獲得できるっぽいので、そのイベントを見ましょうか。クライスさん、クライスさん。坊主か。はい、そうです。条件はすべて満たしてきました。クライスさんを生存させる。どうした？飯の皿か？いえ、昼間の話なんですが。昼間の、ああ。クライスさんはふと表情を曇らせる。そりゃそうだろう。楽しい話題であるはずがない。ああ、どうせ今夜は寝ないで起きてるつもりなんだが。でも一人じゃ危ないですよ。だからってお前が護衛ってのもな。頼りないですけど。寝言大差ねえぞ。いや、でもいざになったら大声で人を呼ぶくらいは。んなもん俺だけでもできるだろうが。そうですけど、でもあなた、窓覗いたところをボーガンで頭打ち抜かれますよ。だく、なんでこんな赤の他人にそこまで世話焼こうとするんだお前らは。だって。だってなんだよ。怖いから。だって怖いじゃないですか。朝起きたら人が減ってるんですよ。昨日まで元気だったのに朝になったら突然ありえない状態で死体になってて。お前、正直だな。はあ、言うにこと書いて怖いからかよ。ドラマの脚本だったら監督に殴られてるぞ。すいません。ああ、もうしょうがねえな。ああ、上がったよ、入れ。ええじゃねえよ。まさか部屋の前で一晩中突っ立ってる気だったのか。いえ、さすがに部屋からクッションくらい持ってこようかと。持ってこなくていいから部屋の中入っとけ。はい。もうボーガン隠してるからこの人は死なないんだけどね。びっくりした。まさか部屋に入れてもらえるとは思わなかった。あれだけ警戒心の強い人だし、廊下で徹夜になるだろうって覚悟してたのに。何をぼーっとしてんだ。その辺座っとけ。はい。適当に腰を下ろさせてもらう。クライスさんは青いパッケージの箱からタバコを出して火をつけた。あ、タバコの匂いか。部屋に入った時から何か苦いような焦げたような匂いがするなと思ってたんだ。坊主は吸わねえだろうな。はい、僕は。むせるのか。いえ、味が苦いから。吸おうとしたことあんの。クライスさんは一瞬僕の顔をしげしげと眺めてから思いっきり吹き出した。苦いからはねえだろ。いくつだよ坊主。21です。じゃあ酒もダメか。全然飲めません。お前が役者じゃなくてよかったよ。俺の後輩だったらどこに連れて行きゃいいんだか分かりやしねえ。まあ酒もタバコもダメならそれに越したことは本当にないからね。後輩の人連れて飲みに行ったりするんですか。当たり前だろ。俺だって若手の頃は先輩の後ついて回ってたんだからな。自分が奢られた分は次の世代に返すのが礼儀ってもんだ。あ、なんか芸能界っぽい。なんか運動部みたいですね。似たようなもんだろ、先輩後輩なんて。はあ。
お前さんだって飲めなくても付き合いで連れてかれたりすることくらいあるだろう。ええ、あの合コンの人数が合わないからとか。合コンね。だったらいいじゃねえか。でも僕いつも気がついたら酔った女の子の愚痴聞いたりしてるうちに先輩いなくなってて。何やってんだおめえ。なんか絡まりやすいんです。駅前で知らないサラリーマンの人に泣きつかれたりとか。まあ想像はつくけどね。そういう星の元なんだろうな。お前変な壺とかやだら高い布団とか買わされたりしてねえか。いえ幸いそういうのはないです。そういう人が話しかけてきたら全力で走って逃げますから。一応分かってんだな。だって話聞いちゃったらどうやって断っていいのか。なんで赤の他人の部屋の前で一晩座り込もうなんて思いつくのかなんとなく分かった。そうですか。要するにバカなんだな。否定できない。ある意味正気の沙汰じゃないなだろうなとは自分でも思うし。んな情けねえ顔すんなよ。そういうやつはいた方がいいんだよ。なんでですか。決まってんだろ。面白いからだよ。面白い役者にもな、時々だがお前みてえなのがいるんだ。そういうやつに限って林にしやがったり道踏み外したりすんだよな。ああまあな、ちょっと言わんとすることはわかる気がする。何か思い出すようにクライスさんは感慨深そうに目を細めた。役者さんには向いてないんでしょうか。いや天才としか思えねえのもたまに、ようなのもたまにいるぜ。ただバカなんだよ。揃いも揃ってろくでもねえ連中が寄ってきて騙されても気づかねえくらいにな。やっぱり芸能界ってそういう怖い人もいっぱいいるんですか。そりゃあな、だからってそれだけじゃねえぜ。お金がやっぱ動くところには怖い人集まるよね。怖い人、めんどくさい人、厄介な人。んなやつばっかりだったら誰が好き好んでこの人生の半分どっぷり使ってるもんかね。そうですよね。まあ芸歴長いんだね、クライスさん。まあいろいろあるんだよ。常識じゃありえねえような話から怪談かと思うようなネタまで。怪談って。なんだ坊主。そうか、嫌いか怪談は。嫌いです、苦手です、全然ダメです。あの興味もないんでそういう話は。赤いカメオの話って聞いたことあるか。それは別の作品ですね。ミッシングパーツじゃん。知りません、全然知りません。そうか、じゃあ聞け。あ、でもあれも芸能界の話だったもんね。え、赤いカメオって普通に有名な都市伝説だったりすんのかな。そんな、あんさまに投げんだから退屈しなくていいだろうが。あれ日本一だっけ。これはほんのちょっと前に本当にあった話なんだが。クライスさん、泣いて頼んでも止めてくれそうに、やめてくれそうになかった。あ、カテゴリー物品に赤いカメオが追加されました。えい、あーなんだここまでか。まあセーバーせずにそのまま行きましょう。おはようございます。それでどうなったんですか。見つからなかったんだと。え、どこ探しても出てこなくて未だに行方不明らしいな。どこ行っちまったんだろうな。まあまたそのうちどっかからひょっこり出てくるかも。来なくていいですよ、そんな怖いもの。ああやっぱり聞くんじゃなかった。怖い話だって分かってるのに、さすが役者さんだけに語り口調があまりにうまくて引き込まれた。だから噂だっつってんだろ。本気にするんじゃねえよ。呪いだのなんだの、んなもあるわけねえだろうが。でも、クライスさんの話は異常にリアルで、とても作り話には聞こえなかったんだけど。聞かせてよ、その赤いカメオの話が聞きたかったのに。ああ、退屈しねえやつだ。ほら見ろ、夜が明けちまった。めっちゃ長い階段やったんかな。ふと窓を見ると、もう外はうっすらと明るくなっていた。あ、本当だ。何にもなかったな。ええ、そうですね、よかった。朝になったんだ、今日は誰もいなくなっていない。わかんないよ。変なやつだったか。え、ぼそりとつぶやいてクライスさんは立ち上がり窓の外を眺めた。さっきまで半べそ書いてたくせにコロッと笑いやがる。クライスさんが怖い話するからじゃないですか。お前くらいマジで怖がってくれるやつも珍しいからな。シュッと音がしてマッチに火がつく。クライスさんの加えたタバコから支援が揺れて立ち上った。マッチですタバコうめえんだよ、かっこいい。人を殺す者の目だけどね、完全に。ヤクザ者の目だけどな。作品が違うんだよ、如くの方なんだよこれは。役者冥利に尽きるってもんだ。
見たことある。くわえタバコで振り向いたクライスさんを僕は前にも見たことがある。どこだっけ。もっと小さい頃にここと似たような家の。どうした坊主。え、何、どういうこと。暖炉があった。え、クライスさんは暖炉の隣に立ってて、それでハンサムな人が椅子に座ってて、雨が降ってた。お前すげえな。え、それ15年以上前のドラマだぞ。よく覚えてたもんだ。ドラマ、ああそうか、テレビで見たんだ。なんか刑事さんの役で、陣の警部だよ。あ、そうなんだ。あ、ってことは北早見亮介シリーズのドラマだったんだ。陣の高藤炎治郎の、あのシリーズに出てくる警部の名前だ。へえ、だからなんか陣のっていう単語入ってたんだ、キーワードに。クライスさん、陣の警部だったんですか。現代劇に言う名前のある役で出たのはあれくらいなんだかな。少し照れくさそうにクライスさんは苦笑いを浮かべる。その名脇役的な人ってお金とかちゃんともらってんのかな。お給料そこそこあんのかな。やっぱ俳優ってだけあって、監督が年でな、体壊して隠居しまってシリーズには70じまいだった。そうなんですか。ああ、昔の話だ。でもそんな昔のドラマなのに僕の印象に残ってたってことは、きっとすごく似合ってたんだ。だってかっこよかったもん。さてと、ヒゲでも剃るか。短くなったタバコをぎゅっと灰皿でもみ消して、クライスさんは大あくびをする。無事に戻れたら DVD とか出てないか探してみようかな。多分本人に聞いても恥ずかしがって教えてくれない気がするから。なんか見てよかったなこれ。はい、バズ、お前さん部屋に戻ってもうちょっと寝とけ。え？じゃねえよ、目の下にクマできてるぞ。んな辛い出て行ったあの気流しがまた心配するだろうが。そうですね。確かに日和に見つかったら有無を言わせず布団に放り込まれそうだ。俺も今から寝るからよ、お前さんも休んどけ。はい、そうします。それじゃあ。ああ、お疲れさん。ありがとうよ。ぶっきらぼうな口調だけど表情は穏やかで笑っていた。ああ、いいイベント見れたな。いえ。なんとなく照れくさくなってペコンと頭を下げて部屋を出る。さよなら。ピュー。うわあ、グラグラする。眠気が限界に来たのか、頭がぼーっとしてまっすぐ歩けない。よろよろしながら部屋の前にたどり着き、たらたらしい手つきで鍵を開けた。おや、お帰りなさい。ああ。部屋に入るとすでに起きていたらしい日和がベッドに腰掛けていた。びっくりした。すいませんね、まだ寝てると思ってましたか。だってまだ朝早いじゃないか。夜中に目覚ましたらナゴさんがいなかったんで、こりゃ午前様だなと思いましてね。え、まさか実は廊下にいたとか。いえ、時々部屋の外覗いて様子見てただけですがね。この時間になりゃもう大丈夫でしょうよ。うん、なら安心して休んでくださいな。俺は書斎にいますからね。それじゃあおやすみなさい。うん、おやすみ。寝よう。半分閉じかけた目をこすりながら上着を脱いでベッドに潜り込む。はあ、何事もなくてよかった。少なくとも昼まではゆっくり休めるはずだから。だよ、なんだ。ん？遠くから聞こえてくる誰かの話し声のせいでふと目が覚めかけた。だからって、これ絶対椿だろ。ああ、これあれか、俺が生存ルートでここまで来たことがないから。この生きてたら見れるイベントなのかな。なんだよもう。上腕二頭筋っていうのは、わかりやすいな。またコントしてんのか。で、那須さんだ。どう考えても那須さんだ。あんな嬉しそうな声で筋肉の話する人は他にいない。え？そうかな？だろう？だったら。しかも声でかいし。虎とか蛇とか新幹線とかだな。何の話？なんで新幹線？
他の2つと明らかに関係なさそうなのが混じってる気が。意味が分からなくて気になるので思わず起きてしまった。うっせえよ筋肉、廊下で騒ぐんじゃねえ。あ、怒られた。クライスさんもまだ寝てただろうからな。僕と同じように夏さんの声で叩き起こされたんだろう。でっからこれは日和かな。ああ日和か。多分夏さんと話してるのは日和の声だと思うけど。耳を澄ましているとしばらくして扉の音が聞こえた。どうやら部屋に戻ったらしい。やっと静かになったけど、すっかり目が覚めてしまった。しょうがないからこのまま起きることにしようかな。それにしても新幹線って何だったんだ。劇団の名前かな。あ、じゃあせっかくだし、鈴名シズナのイベントの方も見ようかね。阻止しましょうか。しっかりと行ってきます。鈴名に勧告をしたことがなかったと思うんですけど、間違えた。鈴名に勧告したんですよ。1周目では。2周目に鈴名に勧告してみたらちょっとやりとり面白かったんで、ちょっと録画しようかなと思ってやり直してます。あのさ、ちょっと驚くかもしれないんだけど。何？なんでそんなに食いつきがいいんだ。驚くという言葉に反応したらしい鈴名ちゃんは興味ありげに僕の顔を覗き込んでくる。あの、ちっとも楽しい話じゃないんだけど。ええから、何？今夜ね、犯人が狙ってるの鈴名ちゃんだと思うんだ。さすがに驚いたのか、鈴名ちゃんは珍しく目を丸くした。うちなん？僕はそうだと思う。なんでうちやと思ったん？それは黒猫はマダライさんだったから。シズナちゃん言っただろ、猫はマダライさんって。うん、あれがヒントになったんだ。その後も同じなんだよ。同じ？黒猫以外の温室に置いてあるものもみんな次に狙われる誰かを暗示してるんじゃないかと思ったんだ。あの温室ので次は誰って犯人が言うてきてるん？うん、あと一応こういう順番に狙ってきそうだなっていうのはあるけど。書斎で考えていたことをメモした手帳を開く。書いてある？見せて。ああ、うん。悪魔の花園。うん、シズナちゃんたちと同じ名前の双子が出てくるから。うん。ほんでどないするん？え、理由は分かったけど具体的対策は？ああ、信じてくれるんだ。とりあえず。とりあえずか。でもまあ完全に信用してもらえないよりはよっぽどマシだよな。どうやら犯人は見立て殺人っていうのをやってるみたいだからさ。見立て？え、マダライさんのあれ何やったか知ってる？あれ？あれは黒猫の毒。我が輩は猫である。黒猫の毒だよね。当たり。ちゃんとタイトル覚えてたんや。そりゃあまあ。温室に黒猫があって、マダライさんはあんな風に縛られてて。どうしたの？名前もやねんね。マダライさんって名前は黒猫の毒に出てくる人の名前。ああそうだね。それが何か気になるの？どうしても気がついて欲しかったんやろか。え、何を？これが見立て殺人やってことに。多分ね、名前も違うて黒猫もなくてマダライさんが縛られてるだけやったら何の見立てかすぐわからんと思う。ああそりゃそうだろうね。そう考えると何の見立てかやけに強調しているのか。なんでだろう。これは小説の話やけど、見立て殺人の理由って殺す相手に対するメッセージやったりする。まあそう、大体そうだよ。ないの？メッセージ？例えば昔マリモをいじめてた人が殺されたとしてマリモ地下で見つけましたけどね。なんでマリモ？なんでもええの。それで被害者がマリモに見立てられた格好で死んでたら、そいつと一緒にマリモをいじめた覚えのある人は怖いやん。自分とこにも来るかも思て。マリモに見立てるってどういう状態？いやまあいいけど。つまりメッセージっていうのはその見立ての意味とかに共通点がある人たちに対する脅かしかもってこと？脅しか。そう、うちらの場合は高藤作品から役名が取られてる役者って共通点がある。見立てに使われてるのも高藤作品だもんな。要するにこの場合犯人はしずなちゃんたち全員を脅すのが目的で、見立てってことを強調しているのかな。
それもある思うけど、なんか引っかかるん。引っかかるって？まず脅すだけやったら嵐の山荘だけで十分。え？山奥の山荘に閉じ込められて人が殺されるだけで十分やと思う。ああ、そりゃそうか。十分怖いよね。それをわざわざ見立て殺人に、しかも何の見立てなんかを、早く誰かが気づくように強調してる。実際意味はマダライさんが殺されるよりも先に石綱ちゃんは気がついたくらいだもんな。見立て殺人よりも先に見立ての内容が披露されたことになるのか。先に披露するんやったらレコードで歌流して人形10個並べとくくらいしたら分かりやすいのに。え？マニアの独り言やから気にせんでええの。なんかミステリーマニアなんだろうね、静奈ちゃん。とにかく犯人はとっとと誰かが高藤炎次郎に行き着くように仕向けてる。うん、そうだね。ではここで問題です。も、問題？なんで高藤なん？え、うちらの間にある高藤って共通点を渡された脚本しかないんよ。その脚本も帽子屋が書いたんとは思えん状況やし、犯人がでっち上げた可能性が高いとうちは思う。じゃあなんで高藤なん？マザーグースでも手まり歌でもなくて高藤炎次郎を選んだ理由って何？それは、高藤の関係者がいるのかも。高藤氏の関係者がいるのかも。てかいるんだよ。いるんですよ。お前知ってるだろ。やっぱそない思う。え、うちもどっちかやと思う。どっちかって？実は高藤炎次郎と関係のある人間がうちらの中に混じってて、犯人が一番殺したいのはその人やとか、もしくは犯人が高藤炎次郎の関係者か、どっちかかやな。犯人が？犯人にとって身近で見立て殺人を連想しやすいものやったんかもしれん。実は一人だけ本当に高藤炎次郎の孫がいるんだけど、今それ言っちゃうと静奈ちゃんは日和を疑うかもしれないな。そうなるとずっと一緒にいる僕も信用してもらえなくなるかも。あー、でも黙ってて後からバレたらもっと疑われるかな。僕さえ言わなかったら大丈夫かな。どないしたん？うちの言うてることなんか変？日和のことは話す。あのさ、多分犯人が高藤さんの関係者ってことはないと思うよ。なんで？その、実は本当に関係者なのがいるにはいるんだけど。ひながしさんや。え、なんでわかったの？だってすごい言いにくそうやったから。お兄さんが絶対犯人やないって信じてる人やろうと思ったん。そっか。あの、でも日和は本当に犯人じゃないよ。僕ずっと一緒にいるけど。マダライさんが殺された時は間違いなくずっと部屋にいたし、それに他のうちらは全員ゲストキャラで、猫はマダライさんみたいにどの話をさしてたら誰って予測がつくけど、日和亮だけはそれができへん。一人だけ浮いてる。うちはそれってわざと浮かされてる気がする。わざと？犯人がね。え、じゃあ静奈ちゃん日和のことを疑ってないんだ？まだ分からへん。え、ほんまに犯人やったらそんな露骨に自分だけ浮くようなことは普通せんと思う。そうだよな。目立ちすぎて本気で疑われたら身動き取れなくなるし、一旦疑われといて疑い晴らして容疑者の候補から外れるって手もあるんやけど。え、けどそれがやりたかったんやとしたら、気流しのお兄さんにしては手際が悪すぎる。手際？あの人うちと同レベルのミステリーマニアみたいやもん。一番怪しいやつがやっぱり犯人がやりたいんやったら、もっと最初に疑われんと意味ないって知らんわけない。それどころかマダライさんの時は唯一お兄さんとアリバイ証言し合える立場に降臨去ったやん。やってることがまるっきり逆。むしろあの時唯一アリバイがないくらいやっとかなあかんところやのに。だから気流しのお兄さんは犯人違う。さすがだな。本当にマニアなんだろうな。そういうもんなの。それで後から疑い晴れたらもう疑う人おらんやん。一旦違うって判断されてんのに。ああ、まあそうかも。人狼ゲームでもよくあるやつだよ。気流しさんの場合それが逆。最初はアリバイあったのに、その後どんどん怪しなってる。だからそういう意味では気流しさんは犯人らしくない。めちゃくちゃ考えてたんだろうね、静奈ちゃんなりに。なんかものすごい理由のような気がするんだけど、疑いが晴れてるならいいかな。コドエラトデモンストランダム。何？え？何？一遍言うてみたかっただけ。
なんで照れくさそうなんだろう。それに今の呪文みたいなの何？とりあえず、え、信用する。え、お兄さんの推理大半うちと同じっぽい。しかもうちよりちょっとさっき言ってる気がする。え、そうかな。ここは潔く負けを認めて。負け？お兄さんの警告に従う。ああ、ありがとう。いつの間に勝ち負けの話になったのかよくわからないけど、スズにも言うとく。うちが言うた方がええと思うし。なんで？あの子にいきなりうちの命が危ないなんて言うたら暴れ出す。お兄さんに怪我されても困るし。怖っ。わかった。じゃあスズナちゃんの方は任せる。うん。あとは、あ、一応見立てに使われそうなものとかは隠しておくから。もう隠しました。シズナちゃんたちが直接動き回るのはいろいろ危ないだろうし。うん、わかった。ほな、あとは、あと何かあるかな。うん、うちは一つ残ってる。何？心配してくれてありがとう。え、あ、いやそんな思いっきり責任されたらうちまで恥ずかしいやんか。ごめん。グラシアスアミーゴとかにしとけばよかった。なんでスペイン語？趣味。やっぱりシズナちゃんってよくわからない。何もんなんやろな。多趣味そうだもんなこの子。はい、っていうやりとりがあったんでね、ちょっと面白かったんで動画にしました。じゃあ夜にしましょうか。行ってきます。なんか夜時間なんだけど、こっから既読がスキップできなくなったんでやりましょう。あまり食欲がないと思ってたけど、美味しかったせいか結構普通に食べられた。ご飯を食べた後だね。日和がいなかったら僕ここで一人で何食って過ごしてたんだろう。かなり寂しい食事だったんだろうな。まあ日和ナイスワトすんだよね。食事を終えて風呂に入り2階へ戻る。あ、スキップできない。あ、いけね。ボイラー、どうしたの？ボイラー消してねえや。先言っといてください。うん、わかった。日和は近いボイラーを消しに行く。僕はそのまま階段を上がった。あ、かわいい。2階の廊下にちょうど双子がいるのを見つけた。寝巻き姿でもう休むところだったようだ。ちょうどよかった。シズナちゃん。何？どないしたお兄さん、そない慌てて。あのほら、昼間言っただろ、しずなちゃん危ないって。僕外で見張ってようか？夜通し？うん、もちろん。一応犯人が使いそうだと思ったものは始末したけど、その方が安全だし。そりゃそうやけど、そんなんお兄さんが危ないやん。それやったらうちがお姉ちゃんの部屋に泊まるわ。お泊まりお泊まり。遊びに行くんとちゃうで。うん、すずはソファーね。こんな女本気で一晩中守るって？じゃあ僕は廊下にでも。人の話聞いてた？あんた外でええの？うん、いいよ。さすがに女の子の部屋に泊まり込むわけには。女の子ね。何？いや別に。けどお兄さんやっぱり外は危ないやろ。女の子やろが。大丈夫、何か近づいてきたら悲鳴あげるから。それ普通守られる方のセリフやと思うんやけど。すみませんね、この人にしてみたら精一杯じゃねえかと。なんとなくわかる。ありがとうって。日和、あんたどっから湧いたん？階段からです。まあ部屋に二人でいて廊下にも二人いりゃ安全でしょう。いつの間に数に入ったんだ日和。細かいことは気にしねえで、お嬢さんの安全のためです。いや、そうなんだけど。ちゅうか、あんた止める気は全然ないねんな。そりゃもう、ナゴさん、こうなったら聞きゃしませんから。だいぶ違うね、展開が。放っといたら、勝手に朝まで廊下に張り付いてるのがオチです。結果同じ。同じです。保護者同伴も？同じです。保護者って何？お兄さん、世の中には知らん方が幸せなことってあるねんで。どういう意味？じゃあお願い。はい、お願いされました。あ、え、護衛。あー、うん、もちろん。
大丈夫、朝まで寝ないから。誰か来ても追っ払うからとちゃうんかいな。それは俺の仕事ですから、この人にそんな勇ましいこと期待しねえでください。過保護ボロクソ言われてるな。なんとなく知らない方が幸せなことの意味が分かった。じゃあ鈴名さんが静奈さんの部屋に泊まるってことで、俺と奈子さんは廊下で見張ってますから。いいよ。分かった分かった。ほんま何かあったら追っ払ってや。え、でもさ、これベランダ繋がってんだったら普通にベランダ危ないんじゃないの。任せてください。悲鳴あげてね。うん、君らが悲鳴あげることにならない。自分で言ったとはいえ、頼まれ方が普通の護衛にはありえない内容になっている。ほな行こう、お姉ちゃん。うん、また朝にね。ええ、お気をつけて。おやすみ、朝に会おうね。双子は揃って静奈ちゃんの部屋に入っていった。さーて、俺らもその辺に陣取りますか。あのさ、なんです？なんかごめんな、巻き込んじゃって。俺が勝手に割り込んだのに何言ってんですか、あんたは。だって心配してくれたんだろ、また無茶してると思って。もちろんそうです。はいはい、ごめんはなしです。言ったでしょうが、俺は勝手に割り込んだんですってば。でもみんな無事な方がいいじゃねえですかい。そりゃそうだけど。だったらお嬢さん方だけじゃなくて名護さんも無事でねえと。せっかく生き残ってんですから生きて帰りましょうや。かっこいい。あとたった2日じゃねえですか。そうだね。ね、頑張りましょう。うん。じゃあその辺にいますか。カード曲がったとこなら誰か近づいてきてもバレねえし。そうだね。静奈ちゃんたちの部屋が並ぶ廊下の一番奥に座り込む。犯人がこりゃ無理だと思って引き上げてくれりゃいいんですがね。そうだね。日和ってさ、なんです？本当に来ても追っ払えるくらい強い？強いから安心してください。鍛えてるって言ってたもんね。那須さんとどっちが強い？あれは違うでしょ、種類が。真剣使っていいならなんとかなんとかなんだ、真剣でも。なんなら止めそうだもんな、腕とかで。勝てるんだ。そっちに驚くんですかい。いや、だって大丈夫ですって。ナビ大抵の相手だったら負けませんから、ましてや女性なんかにはね。うん、何もないのが一番いいけどね。そりゃもう本当に朝まで何もなければいいんだけど。しずなちゃん、すずなちゃん、きっと会おうね。朝になったら元気で。おはようございます。落とした？扉の音がした。それも比較的近くで。アーティス線を走らせる。双子の部屋ではもちろんない。見ていきましょう。ドキドキするね。何もないって分かってても。小声でつぶやくと日和はスーッと立ち上がり、廊下の角から向こうの側を向こう側を伺う。どうん、空き部屋の扉が開いてんですよ。え、空き部屋？冒頭は南雲さんの部屋になる予定だったあの部屋ですよ。なんで開いてるんだろう。誰かいるってこと？なんだ、フリーズ？え？時計？ああ、なんか落としたのか？ああ、落としてるわ。突然響いてきた大きな低い音に飛び上がりそうなくらい驚いた。あ、この日か、時計の音がすんの。時計の音だよね。玄関前のホールにあるあれですね。ああ、気をそらせるためだったんだな、やっぱりこれは。なんでいきなり鳴ってんだ。どうしよう。行かない方がいいでしょう。見ていきます。名護さんはここで見張っててください。うん、気をつけてね。ええ、そちらも。うなずいて日和は廊下を曲がって時計を見に行った。怖いけどさすがに二人ともここを離れるわけにはいかないよな。わあ！目の前の扉が叩かれて思わず中腰になる。室内から双子の声がした。お兄さん？はい。すずなちゃん、なんかあった？時計の音がしてたけど。
今日折り紙に行ってる。そっちは何も起きてない？うん、こっちは別に何も。そっか、だったらそのまま中にいて。何が起きたのか分かんないなら出ない方がいいと思う。分かった、このまま部屋にいてる。うん。時計の音はもう止んでいるけど、なんでいきなり鳴り出したんだろう。確か椿くんが音は鳴らないようにしてあるって言ってたし、しかも元から朝の8時から夜の8時までしか鳴らないんじゃなかったかな。まだ3時過ぎだよ。ナゴさん。ああ、ひよりどうだった？8時になってました。え？針が8時刺した上に音が鳴るように設定変えられてたんです。また鳴られたんじゃたまんねえから元に戻してきましたが。なんで？誰かが設定をいじったってこと？時間の方は古い時計ですから狂ったのかもしれませんが、音の方はね、誰かがわざとやらないと勝手になったりしないよね。しねえと思います。何のためだか分かりませんが。ねえ、何やったの？扉を向こうから鈴菜ちゃんの声が聞こえてきた。聞いてきた。なんか時計がいじられてましてね。日和が僕に言ったのと同じことを説明する。何の意味があんのそれ？さっぱりです。そちらは何事もなかったんでしょ？何も、誰も来えへんし。静菜ちゃんは？いる。ああ、お姉ちゃん足元から急に顔出さんといて。元気みたいだね。はあ、何事もなかったんならよかったですけどね。夜明けまでまだ少しありますし、明るくなるまでは警戒しましょう。うん、わかった。ほら、お姉ちゃん戻って。ごそごそと音がして双子は部屋の奥へ戻っていたようだった。やれやれ。あ、そうだ。空き部屋の方は？そういや、見てませんね。ちょいと覗いてみますか。覗くだけでいいよ。双子は無事なんだから。はいはい、誰もいねえようなら閉めときます。怖いよねこれ。日和も怖いでしょ。そう言って日和は空き部屋の方へ向かった。どう？誰もいねえんですがね、ベランダが開いてるみてえなんです。やっぱそうじゃん。ベランダ伝いに行くつもりだったんだよ。ベランダ見てきた方がいいかな。あ、朝でいいよ。そこに誰かいたらどうすんのさ。そうですね、じゃあ扉だけ閉めちまうか。扉が閉まる音がして日和がふらりと戻ってくる。もうちょっとの我慢だね。そうですね、ナゴさん辛かったら寝てていいです。大丈夫、すっかり目が覚めちゃったし。そうですか、それじゃあ 2,3 時間ほど気合い入れますか。うん。ああ、ここまでか。じゃあそのまま行きましょう。はい、おはよう。うとうとしそうになって慌てて顔を上げる。もう大丈夫です。え、寝ちまっても、ほらもう明るいし。明るいかな。あ、本当だ、朝だ。朝なんだ。窓の外にはすっかり目に馴染んだ薄暗い朝が訪れていた。しとしと降り続ける雨は相変わらず窓ガラスに細い曲線を描き続けているけれど。よかった。ん？あ、きっとすずなちゃんだ。おはよう、すずなちゃん。おはよう。もう朝やけど出てもええ？大丈夫だよね？ええ、もういいでしょう。うん、平気だよ、出てきても。静かに扉が開いて寝巻き姿のすずなちゃんがひょいと顔を出す。おはよう、すずなちゃん。あ、おはよう、おはよう、すずなちゃん。しずなちゃんは？お姉ちゃん、さっき寝てもうた。ああ、そうなんだ。よかった、無事で。ほんまに？え？よかったと思う？当たり前じゃないか、どうして？すずなちゃんはなぜか無言で微笑むと、ちょこんと僕の前にしゃがみ込んだ。はい、これがご褒美スチルですか？何？そのままの体勢でいたずらっ子のような笑みを浮かべ、じーっと僕の目を見る。え？あれ？もしかして、ああ、逆なのか。ありゃ、しずなちゃん？うん。あ、目を丸くする僕らを見て、しずなちゃんは嬉しそうにコロコロと笑う。
引っかかった。うん、完璧にスズナちゃんだと思ってた。同じ服着てたらわかんないね。さすが双子ですね。いや、女優と言うべきですかね。ふふ。ああ、かわいい。もう、お姉ちゃんは。呆れたような声で言いながら、部屋から本物のスズナちゃんが出てくる。引っかかった。この柄までは覚えてなかったな。そらよかったね。ほら、そろそろ寝なさいって。うん。お兄さんらもね、ありがとう、朝まで。いや、そんな、無事でよかったね。何よりでしたね。それじゃあ俺らも引き上げますか。そうだね。じゃあおやすみ。ナゴタン、ナゴタン、ナゴタン、ナゴタン。僕？なんやの、その頭あるの悪そうな呼び方は。の。後でね、住所。え？住所？俺、チケットあげる。チケット？お芝居の。ああ、来月の？そやね、日和さんも一緒に来てや。来月のって、あでもミュージカルですかい？そりゃもう喜んで。それってシズナちゃんが出てるの？出てる。歌うよ。歌うんだ。ありがとう。必ず行くよ。絶対？うん、約束する。うん。あれ、これ。じゃあ寝る。あれ、これもしかしてそういうこと？そういうことでいいのかな？おやすみ。ゆっくり休んでね。いやでも、これされたら正直惚れるよね。こんなまっすぐに守られたら。お兄さんらもね、ありがとう、ほんまに。いえいえ、それじゃおやすみ、しずなちゃん、すずなちゃん。おやすみ。双子はそれぞれの部屋に戻っていった。さーて、俺らも一休みしますか。うん、よかった、みんな無事で。そうですね、あと一日だね。ええ、今日さえ乗り切りゃ事務所も俺らが偉いことになってんの気がつくはずですし、実際崖崩れのニュースはもう流れてますから、何か手を打ってくれてるかもしれません。そうだね、きっと。もうすぐ帰れるんだ。生き残りましょうぜ。うん、一緒に帰ろう。じゃあ今のところはゆっくり休んで体力回復してくださいな。うん、日和もね。休ませてもらいますよ。それじゃあ部屋に戻りますか。うん。せっかくなんで、ミササギさんにも危険を知らせるところから見ていきますか。前回見せたとは思うんですけど、1周目でちょっとね、選択肢が違うんですよね。あの狙ってと言いますと、そのまさか、そのまさかです。あ、すみません、不吉な話で。でもそんな、どうして、私がなぜ誰かに恨まれるようなことは、まあ、してないですね。動機はわからないんです。他の人たちにしても、みんなここに集められた人全員を恨んでる理由なんて。そうですわね。でもそれじゃあどうして私が危ないと。それはここで温室の小物から推理したにしたと思うんですけど、なんか違うっぽいんだよね。当たりは本の順番から推理した。犯人が誰を狙ってくるかっていう順番には法則があるみたいなんです。それは死体をあんな風にしてるのと同じで、本の内容に見立ててのことじゃないかと思って。本の？そうです、その本がミササギさんを暗示しているみたいだから危険だと思ったんです。何なんですの、その私を暗示している本というのは。ミササギさんという役名と同じ登場人物が出てくる話、高藤円次郎の檻の中の女です。でもその本の順番が今夜というのは間違いないんですの？ええ、間違ってないと思います。疑うわけではないのですけれど、どうしてわかるんですの？それは犯人の法則からわかる。犯人が決めてる順番には法則があるんです。法則？でもそんな、犯人がそれを悟られたと気づいたら勝手に変更すればいいのではありません？変更はしないと思う。変更はしないと思います。どうしてですの？簡単に変更してもいいようなことなんだったら、最初から順番なんて決めないんじゃないかと思うんです。どういうわけか、犯人は次に狙う誰かを暗示しているなんてことにこだわってるようだし。どうしてかしら、なぜ犯人はそんな自分に足かせをはめるようなことを。それは恨みが深いのだろう。それだけ恨みが深いんじゃないかと思います。僕はそんな気がするんです。
あえて足かせをつけるような真似をしてまでこんなことするなんて普通じゃないでしょ。何かよっぽどそこまで追い詰められるようなことがあったとしか。ただ単に異常な心理の持ち主じゃないかとは思いませんの？いわゆる快楽殺人者という。でも犯人は最初から言ってますよ、これは復讐なんだって。だから単に夜道で後ろから刺すとかそんなことじゃ飽き足らないような何かが、何かあるような気がするんです。だからってこんなひどいことしていいってことにはなりませんけど、でもそれがわからないと犯人を止めることもできないような気がするんです。優しい人ね、一柳さん。いえ、僕はただ、だけど止められるんでしょうか。理由が分かったところで、ここまでまともでない状態に陥ってる犯人に言葉が通じると思われます？通じることを祈るしかないです。僕はまだ誰が犯人なのかすら分からないですけど。あの、不吉な話ですし信じられないかもしれませんけど、僕は本当に、いいえ、信用いたしますわ。あなたが本当に私を気遣ってくださっていることも。ありがとうございます。だってきちんと考えた上で言ってくださってるのって分かりますもん。言いづらかったでしょ。人に辛いことを告げるのは誰だって嫌なものですわ。いえ、でも何も言わないでまたひどいことが起きるよりは。そうですわね。ひとまず今夜は眠らずに起きていることにしますわ。はい、あの、僕もできるだけのことはしますから。無理はなさらないでね。私が無事でもあなたに何かあったら意味がありませんもの。ええ、気をつけます。これで好感度が上がったのかな。あれ、まだ特に疑われてはいないなんだ。本来ここで、多分最初の会話が悪かったのかな。この人信頼まで持っていくの相当難しいんだよな。見てよ、この笑顔、笑顔たち、この笑顔たちよ。ミササギさんの好感度が上がりきるの多分一番最後の説得の場面になるんだよな。まあいいや。ちょいと娯楽室を調べます。娯楽室を覗くと椿くんがラジオをいじっていた。ごめんな椿、邪魔で。ここ調べます。オーディオセットがある。これもラジオだけが今唯一の情報源だけど、なんせラジオでノイズがひどい。あれ、カセットのところ何か入ったままみたいだ。イジェクトボタンを押してみる。出てこない、壊れてるのかな。再生は、動いた。で、崖崩れが発生し通行止めになっている模様です。え、なんで崖崩れのニュースなんて録音してあるんだろう。崩れた土砂が道路を500メートルにわたって埋め尽くし、巻き込まれた車両が押し流され、あれ、前に聞いたのは被害は出てないって言ったのに巻き込まれたって。それに土砂はもっと広範囲でなだれてきたんじゃなかったっけ。これもしかしてこの山で起きた崖崩れとは別のニュースかな。地名とか出てないのかな、最初の方に。巻き戻して最初から聞き直してみよう。合ってる。地名も山の名前も崩れた道路の名前も全く同じだ。どういうこと。もう一箇所別の崖崩れが起きたなら後から報道された方でそう言ってるだろうし、何度聞いても違う崖崩れの話としか思えない。崩れた場所や規模、被害の有無、それにテープの方では今現在の大嵐については全く触れていない。じゃあもしかしてこのテープは本物のニュースじゃないのかも。犯人だってまさかそんなに都合よく崖が崩れて僕らがここに取り残されるとは思ってなかっただろう。これどうにか取り出せないかな。ボタンを押しても出てきてくれないので強引に、隙間に爪を引っ掛けて開けようとしてみる。もうちょっと開いた。爪の間がかなり痛くなったけどなんとか開いた。デッキから黒いカセットテープを取り出す。これは多分かなり大事な証拠な気がするから、なくさないように持っておかないと。っていうのがここで聞けたんだね。これは盲点だったな。さすがに娯楽室斧と鍵以外調べてなかったもんね。いやー、やられたな。はい、っていうのがここで聞けたんですね。多分これを持ってる状態でミササギさんを追い詰めるの時に話が聞けるんじゃないかな。詳しく、なんか噛み合ってなかったもんね、話が。それちょっと見てみたさはあるけど。それじゃあ次へ行きましょう。お、偽物のラジオの下りがミササギさんの口から語られるぞ。あの偽物のラジオのニュース、
テープ、あれも私よ、もちろん。だって山を降りられないと思ってくれないとマダライさんが亡くなった時点でみんな逃げてしまうでしょ。一応通行止めに標識を立てて偽装はしてみたけど、ナスさんが見たっていうあれのことですか。まさかその先まで歩いて確かめに行く人がいるなんて思わなかったから、あれで十分だと思ったのよ。舐めてたね、あの筋肉を。そうしたら本当に崖が崩れて孤立してしまって、崖さえ崩れなかったらニュースが押すだってことは那須さんのせいですぐにバレていただろうから、そしたら僕らはすぐに山を降りて逃げ出していただろうに。おお、だから天候は味方をしたんだよね、三崎さんの。始める前はみんなが本当に集まるかどうかも賭けだと思っていたのに、何もかもうまくいきすぎたの。みんなが揃って閉じ込められて、そして私は志倉さんを一で殴りつける時もためらわなかった。ああ、こっからはスキップできんのかな。なるほど。一番最後の説得の選択肢で、俺確か、なんて言ったっけな、僕が行ってきますみたいな話をしたと思うんですよ、お墓に。池内里奈さんの。で、お墓の前じゃなくちゃ、なくたっていいじゃないですかっていう選択肢を選ぶと、専用スチルが出てきたんで、ちょっと今、撮ってます。それだけなんですけど。え？お墓の前じゃなくても、里奈さんの好きだった場所とか、他のところからだって。リナの好きな場所、伊佐崎さんなら知ってるでしょ、ずっと見守ってたんなら。水族館、リナはよく行ってた。ほら知ってるじゃないですか。でも、でもじゃないです、本当はどこにいたって聞こえるはずなんだから。そんなに大事に思ってたお母さんの声が届かないわけないじゃないですか。すげえいいこと言うじゃんこいつ。リナに何て言えばいいの、私取り返しのつかないことをしてしまったのに。だから償ってください、こんなこともうやめて、罪を全部償ってください。いつかは僕らもリナさんと同じところに行くんだから、ちゃんと償って。無理よ、会えないわ、私はもうリナと同じところに行けるとは思えない。あ、諦めていいんですか、そんなに大事な人のこと。もう無理だって、会えないって諦めてしまえるんですか。だって私はもう諦めなきゃいけないのよ、それだけのことをしてしまったんだもの。僕は神様ってそんなに意地悪じゃないと思う。リナさんに会わせてもくれないことなんてそんなことないと思う。本当に謝りたいって、ちゃんと罪を償ってリナさんに謝りたいって言うなら、それでも会わせてあげたいだなんてそんなひどいこと言わないですよ。でも私は知らない方が幸せなくらいひどいことをしたのよ。でも三崎さんのことを知らなかったら、リナさんだって謝ることもできないですよ。志倉さんは分かんないけど、マダラメさんはいつか殺されてた可能性あると思うからね。俺は謝る、リナが何を、こんなに悲しませてごめんなさいって。だって三崎さんはリナさんがこの世に生まれてくるために一人で守ってくれた人なのに、同じ女優さんになったこと一番喜んでた人なのに、お母さんなのに、そんな人がいたんだって、ずっと見守ってくれてたって。リナさんは何も知らないままで、そんなのかわいそうですよ。リナ、私リナに会ってもいいのかしら。当たり前じゃないですか。だって言わなきゃいけないことも謝らなきゃいけないこともたくさんあるし、会いたいでしょう。会いたい、どんなに怒られても嫌われてもいいから、謝るから、私間違ってたって、ひどいことをしたのって、何もかも話して謝るから、だからリナに会いたい。叫ぶようにそう言うと、三崎さんはどうして忘れてたのかしら。つきものが落ちたかのような泣き笑いの笑顔を見せてくれた。よかったね。私リナが生まれてからずっとあの子に会いたいって、そればかり考えてたのに、それが一番の願い事だったはずなのに、どうして忘れて。三崎さん、ごめんなさい、許してなんて言えないけど謝らせてね。 いえ、僕はあなたに謝らなきゃきっとリナに叱られるわ。ごめんなさい、一柳さん。ありがとう。あ、
僕。全身から力が抜けていった。押し寄せてきたアンドにじんわりと胸の奥がしびれる。まあ一柳さんったら、お願いですからもう泣かないで。え？慌てて頬を拭うとボロボロに濡れていた。ここから出ます。そして皆さんと一緒に山を降りて自首しますから。だからもう、はい、ありがとうございます。おかしな探偵さんね、犯人にお礼を言うなんて。いえ、だって僕はリナのために泣いてくださってありがとう。きっとあの子はたくさんの人を悲しませたわね。ええ、たくさん愛されていたのに。池内さんのご両親や静奈さんや鈴奈さんも、美佐々木さんもでしょう。ふもとの病院に運ばれた後、僕はすぐに気を失ってしまった。うん、脱出後だね。緊張が解けて今までの疲れがどっと出たんだろうということで、そのまま一晩入院する羽目になった。日和は一足先に迎えが来て、その病院で別れた。そして美佐々木さんは今警察で取り調べを受けているそうだ。これね、ランク A のエンディングも見たんですけど、ランク A だったら美佐々木さんを説得せできずに美佐々木さんが地下で遺体で見つかるっていう、クソ後味悪いクソ後味の悪い終わり方をするんですよ。館のなんて言うんですか、崩壊を阻止したとしてもね。僕に事情を聞きに来た刑事さんの話ではとても素直に全てを話してくれるとのことだった。うん、まあ、この辺の下りは一緒だよね。那須さんは救助された後の記者会見で自分が帽子屋であるということをあっさり話していた。話した方がいいと思って独断で打ち上げたのか、単にうっかり口が滑っただったらそのおかげで早速脚本の依頼が来てるらしい。どうやってその世間様に帽子屋だっていう証明をしたのか気になるよね。首ふっと。かわいい。静奈ちゃんと鈴奈ちゃんは救助された時の映像で双子であったことがバレてしまった。てか黙ってたことに衝撃なんだよな。めちゃくちゃ可愛いよな、マジで。双子の美人姉妹として騒がれていたようだけれど、結局静奈ちゃんだけが芸能界に残って、鈴奈ちゃんは引退するそうだ。プライスさんは元通りの大部屋の俳優さんを続けている。事件のせいで少しだけ騒がれてワイドショーでも顔を見たけれど、本人は至ってマイペースで相変わらず今日もどこかのオブ侍さんに切られている。プライスさん本当にかっこいいよな、マジで好みだわゾワキ君は元気に芸能界に復帰した。次の仕事は学園ドラマの不良少年役が決まってるそうだ。何戦かね。救助後何かのインタビューで執事の役だけは二度とやりたくないと語っていたらしい。だがやってないんよ、一回も。お前は執事の役を芸能人として一度もやってないんよ。でここでとんでもない事件だったな。あ、そうだ、手紙が来るんだよね。誰からだろう。開いて読んでみる。ここで来る手紙は一番好感度の高い人間から手紙が来るらしいんだよね。なごむ元気か、もう退院してるよな。うん、この椿からの手紙だった時の絶望感すごかったんだけど、なぜ2週目をしたかっていうとね、まあこの辺はいいですわはいはいはい、同情してくれ。いやまあ変な役じゃねえし、脚本そのものはいいんだけど、つうかあいつ筋トレ以外にもっと考える脳みそあるんじゃん。だったら普段からなんか話がそれたな。まああれだ、つまり映画ができたら見に来いよ。いいな、絶対来いよ。あ、でもチケットは自分で買うように。あと友達にも宣伝しといてくれ。じゃあまたな。静奈鈴奈は住所を教えてくれたら送るっつってくれたのに。成瀬総一郎、椿だぞ。金品よこせ金品。あの時はありがとな、言いそびれてすまん。よかった。平和で普通の日常に戻っている姿を思い描くと心からそう思う。あっという間の出来事で助けられなかった人もいたけど、残された人たちだけでも無事で本当に。うっかり泣きそうになって慌てて目をこする。この手紙は誰からかな。誰も見てないのにごまかすように言いながら白い簡素な封筒を開く。これを見るためだけに2週目をしました。一柳なごむ様、残暑なお厳しい日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。先日は本当にお世話になりました。無事に退院されて今はご実家で静養中だそうですね。どれほどの辛労をおかけしていたのかと思うと、改めて自分の愚かしい過ちが悔やまれてなりません。裁判は長く続きそうですが、どのような判決が下されても必ず罪を償いたいと思います。この手紙がまた辛いことを思い出させてしまうかもしれませんが、どうぞもう一度だけあなたのお優しい心に甘えることをお許しください。文章めちゃくちゃうまいな。
どうしても一柳さんにだけはお伝えしたいことがあるのです。リナに会えることになりました。事件のことを知った池内夫妻が私を訪ねてきてくださったのです。うわあ、心が広い。お二人とも私を責めもせず、あの時の一柳さんのように泣いておられました。泣きながら、どうか罪を償ってリナに会いに来てほしいとおっしゃってくださいました。リナは私が母だとは知りませんでしたが、池内夫妻が本当のご両親でないことだけは知っていたのだそうです。ああ、そうなんだ、そうなんだ。あ、これ一筆したためてくれてんのか、三崎さんが。グリーンって戻るのだけどうにかならんのかな。私に会ってみたいと言っていたことがあるそうです。こんな母ではさぞかしがっかりして悲しむでしょうと言うと、リナはどんな人だったとしてももし会えたらまずこういうのだと語っていたと教えてくれました。はじめましてお母さん、私を産んでくれてありがとう。泣いちゃう。っていうか、こんな、だって女優さんで、だったらもう、こんな美人な女優さんがお母さんだったら腰抜かすでしょ。そしてその後でいい人だったら仲良くなって、ひどい人だったら喧嘩すればいいと言っていたそうです。うわぁ、めちゃくちゃいい子じゃん。私はきっとうんと叱られるのでしょうね。でもその日が待ち遠しくてたまりません。これもみんな一柳さんのおかげです。本当にありがとうございます。リナに会えたら一柳さんにどんなにお世話になったか、そしてリナのために泣いてくださったか、お話ししようと思います。いつになるか分かりませんが、その時は一柳さんのところにもご挨拶に伺いたいと思います。たくさん心配をおかけしたご家族にもお詫びさせてください。それではいつかその日が来るまでどうぞお元気で、一日も早く回復なさることを心よりお祈りしています。さようなら、かしこ、みささぎこと菊原久乃。いやー、苦労して2周した回あったな。よかったよ、みささぎさん。はじめましてってリナさんもそう言ってたんだ。三崎さんだけね、好感度の上がるポイントっていうのがすげえ難しくて、最終日まで行かないと好感度が上がりきらないんですよ。で、かつ最高の好感度、信頼されてる状態に持ってかないといけないんで、最終日まで行かないと好感度が上がりきらないんですよね。しかも最後の説得の場面で選んだ選択肢によっても好感度が変動するんで、そこでも好感度を上げないとダメっていう、なかなか難しい条件なんだよね。はじめましてってリナさんもそう言ってたんだ。やっぱり親子ってどこかでつながってるものなのかもしれない。一度も会ったことがなくても、どんな人か知らなくても。よかったね、ミササギさん。ミササギさんは必ず罪を償って帰ってきてくれるだろう。誤解から命を奪ってしまった人たちのために、事件に巻き込まれた全ての人のために、そしてリナさんとリナさんを育ててくれた池内さんたちのために、僕も会いに行きたいな。三崎さんが戻ってきたらお墓の場所を教えてもらって会いに行ったれや、三崎さんに。たくさん花を買ってリナさんに会いに行こう。ナゴムは本当に、なんだろう、メンタルというか心がイケメンだよな。そのギャップというかさ、ふとした瞬間に女性を落としそうだよね。多分シズナとか好きになってたでしょ、あれ。俺好きになるもん、多分。あの状況下でめちゃくちゃビビりながらもあんな風にやってくれたら、あ、この人いいってなるもん。スケープ。あれ、これ最後はあれかな、ナゴムからの手紙かな。もう一つ、ナゴムじゃねえや、日和からの手紙だね。これは、前略一柳ナゴム様、ナゴさんこんにちは。あれから具合どうですか。もう一回読んどっか、せっかくだし。退院されたとは聞きましたけど、もう大丈夫ですかい。あの時は大変でしたからね。しばらくはのんびり骨休めしてくださいな。俺の方は相変わらず暇な役者やってます。帰ってきてすぐはちょいと騒がれましたが、世間様は秋っぽいおかげで今は平和のもんです。今は磯前の旦那クライスさんですよ、と同じドラマで一緒に切られてきました。いやー、やっぱりうまいですよ、あの人。放送は来週くらいだと思いますんで、ぜひ見てやってください。まあ俺は覆面してるんで、どこにいるかよくわかんないかもしれませんが、タッパでわかりそうだけどね。そうそう、峰塚さんちの双子さんから舞台のチケットいただきましたよ。来てないぞ。中さんも一緒ご一緒にとのことですんで、一緒に見に行きましょうや。都合のいい日連絡してくださいな。裏に俺の携帯番号書いときますね。実はちょいと相談したいこともあるもんですから、頼りにしますね、名探偵さん。それじゃあまた。
どうぞお体に気をつけて、高藤日和。日和、しずなちゃんの舞台はいいんだけど、相談ってなんだ？しかも名探偵って誰？お前だろ、どう考えても。日和、お前絶対何か誤解してる。いや、ほんといいエンディングだよ。これは S ランクかな？はあ。最終日までもつれ込んだけど、まあ誰一人死なせてないし、そうだよね。いや、ほんといいゲームだったわ、マジで。ここにマダライさんがいるのもいいよね。あいつ死んだんやけどな、初日にな。帰ってないんだけどね。いやー、楽しかった。本当に楽しかった。つっても、まだこれで終わりじゃないんだよね。ちょっとだけおまけルームを覗いていいですか？まだまだちょっと盛りだくさんなんですけど、調査日記でね、ちょっと動画にできなかった部分があるんだけど、どれだっけな。ちょっとセーブしそびれて、取れなく、あ、でもあるかな？椿くんの、スチールが、あとね、A ランクの時で、A ランクの時って説得がないんですよ。三沢崎さんを説得できずに終わる。なんか三沢崎さんがもう全員殺して、なんか私も死んでやるみたいな感じで、ヒステリックな感じになって、で、館だけ阻止する感じになるんですけど、その時にしか見れない。あ、これだこれだ。あの、ナゴムが犯人を指摘する時に、こんなかっこいいカットインが入るんですけど、その後、三沢崎さんを死なせるっていうね。これ、逆じゃない？普通。あの、説得ルートに入った時、このスチルを採用してほしかったよね。説得ルートに入った時はこのスチル採用されてないんですけど、犯人はてめえだっつってすげえ意気揚々と指さすんですけど、その後にヒステリック化した三沢さんが地下に降りてって館を崩壊させるっていうとんでもねえ展開になるんですよね。いやー、でないな。あ、これだこれだ。なんか最終日に椿の部屋に行って、あの椿と喋ったら、なんかお前人を守って死にそうな主人公みたいなことをしないでくれよっつって、頼むから生きて帰ろうなっていうくだりの会話があって、うん、一緒に帰ろうねっつって、おう頼んだぞっていうやり取りがあった時のスチルなんですけど、これ動画にしたかったけどね。ちょっとここすげえ良かったっすね。このスチルすげえ良かったわ。他にもあるんだろうな、こういうキャラクターとの好感度とかなのかな。好感度によっては見れたりするのかもしれないね。全回収、本当に Y の時間が死んでしまうんで、すまん、これぐらいで勘弁しちゃってくれ。いや、これもめちゃくちゃ良かったよな、本当に。もうこの時絶対好きになってんじゃん、シズナ。ナゴムのこと。なんか、一応3作目まであるらしいんですよね、このゲーム。なんと。他のキャラ出てきたりしないのかな？この時のキャラクターたち、自作でも出てきてくれたりしないのかな？俺もうこいつらのこと好きすぎるよ。みんな好きだよ。三沢さん含めて。マダライさん、霊になって出てきてくんないかな。いやー、君、素人のくせに、みたいな。ああだ、こうだ、言ってくれないかな。でですね、ちょっと今回の動画ではできないんですけど、この魔法の杖っていうのを見れるようにしていきました。登場人物、ヨドザキ、残っちゃう、わかんないんですけど、これよくわかんないな。どういうこと？あ、ちょっと待って。まだ変な始まっちゃった。ちょっと待って。そう、あ、どうしよう。これ、読む？次回これ読もうか。魔法の杖。なんか、ちゃんと物語あるっぽいな。で、この魔法の杖をすべて読み切ると、もしかしたら内容によっては動画にしないかもしれないんですけど、この魔法の杖っていう本をすべて読み切って、またニューゲームで始めると、とある選択肢が増えてるらしくて、おまけルートっていうのに入れるそうなんですよね。じゃあ次回はそれを見ていく感じにしましょうかね。ということで、もうちょっとだけ続くんじゃよ。ありがとうございました。またね。